やってみますか。今日は何をしましょう。ゲーム動画で行こうです。特別モードはやらない。いつも通り第2戦やる。50分少々しかできないんで、あっても2連チャンぐらいかな。車椅子時間がありますが、789でできてるわ。ドラマ5万か 6万はちょっと待ちたいな。どこまで待つかですけどね。7万をいつまで残すか。ここまで来たありなんだけどな。うわ、まあ、むしろこれは頭にした方がいいですからね。そらない限りは一番鍛えてほしい。微妙だな。これ切るか。これも切らないといけない。切る範囲が難しい。で、結構これ危険範囲ですからね。中級になったら早く切らなあかんと思ったらいいベーコンになる。ちょっと難しい扱いを強いられています。で切れなくなっちゃいましたね。789が。いらん。手が難しくなる。まあ、ドラ自体も危険なんですよね。抱え込むにはいいけど。ん ?8 は?まあそんなにないか。8はもう場に2枚出てるんで、残り1枚しかないんですよ。ちょっとしんどいですね。まだちょっと手を変えてみよう。さらに7が結構いないんで危険牌ですからね。本当は消したい。早く消したい。お、6来た。6、7、8。どうするか。消そっか。まだまだ早い。678、79。あ、来た。なんと、まあ9枚切ったのがあだいになったか。まあそれでも678789で揃いましたね。イーシャンテンです。まあイーシャンテン言っても残り24枚だからな。ちょっと遅き死した感はある。おーっと、レッドファイブ。ここでレッドファイブ。ドラ待ちやか。みんなドラ待ってますからね。6番捨てられてるやん。リーチ。リーチどうしようかな。
込んでいこう。2万は場にそんなに捨てられてないからな。4万も出てるから、4万も筋引っ掛けになります。ロン平ドラが成立か。5200、ここで5200だから、ステンなら9万もな。なんか単葉は作りたい。あ、いいかな。もうシャは捨ててないけど、まあ、シャ捨てましょう。ドラなるべく抱え込みたいが、どうかな、来るかな。これ捨ててもいいかもね。そんなにいらないんですよね。いらん。デッドハイブか。まあ泣かれるかもしれませんが、上がるためには持っておいても仕方ありません。もうないな。お、いいじゃないですか。来ましたね。7、8、9、8が2万。まあ今9、今の時点で9捨てても知らないからな。あと頭ができてないんだな、四方に。これかな。手替えするしかないな。9万のね、所持も、お、いいじゃないですか。まあ、これ捨てましょう。頭が今8万か。イーシャンテンですね。一応完全じゃないけど。捨てる手もありますけど、まあまだ789があるからなんとも言えない。5万は出てこないよな。赤ドラだしな、多分誰も捨ててこないと思うんですよね。抱え込みたい。これかな。でも頭が8万だと思う。7、8、8、まあ8本頭になりえますね。ならば789で揃えた方が良かったかな。あとはい、見ておきましょう。右がだから、このこれが注意なんですよね。注意が左側か。あ、結構揃ってるな。234とか捨てちゃってるしな。廃校率がすごい悪い。お、いいじゃないですか。7は現実だから捨てよう。ちょっと折り気味に行ってみようかな。なんかすごいことになってるね。これは行ってるんじゃないの。行っても支払いか。まあ手替えではありますが、分からなくなってきちゃったよね。44567。
と何枚？チおお。あ、あかん。おお、通った。え、ポンかな？いや、スキップ。7、8、9。危ないけど、通ってくれ。通ったか。残り3枚。まあ、8番は振り点ではありますが、ん？振り点？4。まあ苦しい戦いですが振り込まずに乗り切りました。ポン。うん、特急券。この辺も怪しいな。この辺も存在意義怪しいですね。4567って続いてますからね。いいじゃないですか、流れがいい。では泣きましょう。4567。悩みますね。これかな。四五郎やったらチャンスあるしね。まだ24よりは46の方が形はいい。うん、そうですね。でもこれはこういきます。リーシャーテン？リーシャーテンですね。え、早っ！リーチ早っ！嘘だろ？ペンは安全牌。わからん。安牌がまあないからな。そうなるとちょっと攻めに行かないと。2万。安牌作らないようになって、お、来た！考えます。行ってみよう。よー、通った。トンと1ですね。意外とない。乗り換えない。やばい。おー、通った。やばすぎます。いや、完全に防御を考えてない。普通に振り込んじゃいますね。アウトか？おー、なんかタイムラグあるから怖くてしゃあない。これ捨ててもよかったかもね。こんなんで苦労するぐらいだったら。ですよね。難しいけど、うん、セーフ通った。てか早めにやってるから、これ現物か。この辺を見て現物をだんだんと読みやすくなっているから。ん？スキップ。ん？ 6？6 はちょっと怖いな。ちょっと考えないと。ダメか。ダメっぽい。あー、やっぱりダメか。やっぱり、E ピン切るべきだったな、普通に。首位が逆転されました。まあ、多少休めよかったかも。次、親ですかね。親じゃない。最初が親だったんだ。ただ、休めでも上がれば逆転はできます。これかな？むしろ。234で揃って。9は用なしだから。端の牌は用なしでも捨てるんですけどね。いらん。いや、それでもいらんな。端の牌はあくまで端の牌。
からもうとにかく捨てに行きます。うん、これ捨てに行こう。2347か。現物捨てたら捨てに行きましょう。次これ。まあ6は来るかもしれないし、まあドラは5万か。6は場に1枚出てるんですよね。いらん。まあ最終的に、あ、いらんとは言い切れないか。ここで初捨ててもよかったかもね。リーチです。あ、早い、動きが早い。安全牌は、まあ降りるわけにはいかないですからね。トップ狙うためには。これがセーフか。まあここはあの投げ出しましょう。いいと思うけどな。まあ赤ドラを投げ出さない人間はいません。3はアンパイかな。アンパイだったら切り替えたい。2と5なんで危ないんですよね。危ないことは危ない。あ、5は現物だ。しかしでもそれなら現物投げ出した方がいい。3枚目、3がアンパイなら投げ出したいんですけどね。アンパイとは限らないから、赤トラでもいいから投げ出すしかないです。残り26枚。お、リーチ。え、何を捨てるの。ワンズは危ないんだよな。リーチです。何が上がりかな。5と3は厳しいな。3はもう場に1個出てるし、6捨てても3捨てても一緒か。すり引っ掛けにはならんし。いや、かなり上がり厳しいな。だって残り1枚ずつしかないですもんね。ドン。いった。トップを取られちゃいました。1万か。1万って俺捨ててなかった。前半に2枚捨てたんだ。つまり目が少ないんですよね。これ勇気ありますね。つまりもう1ゲームできるかな。まだ20分経ってない。できるね、もう1ゲーム、まあ、この辺の反省を生かしながらもう1回いきましょう。本当はね、ハンチャンやった方がいいとは思うんですけどね。時間あたりハンチャン調整しようか。大会のフリー対戦で。日三十マージャン杯の予選はトップ戦でしたからね。うん、ナンバーですね。これは両方ともいる。いきなりポンしていいです。早い。さあ次どうする。頭を作りたいからこれか。
読まれちゃいますけどね、町はい。それでもまあスピード命かな。ここからが結構遠いんですよね。6級をチーしてくれたら面白いけど、でどっちか来てくれたらおもろいけどね。かはしない、捨てます。かしたらあのエンタメ麻雀ですけどね。2つ泣いてんのにありえないかな。1が結構足かせ、でも頭ですからね。6とか捨てなきゃいけないけど、なんか来るかもしれない。いらん、間が悪いからね。だけは両面にしたいからね。来たらもうちょっと悲しいけど、あ、来た、なんでやねん。5が来たらあれだからな。7捨てた方が良かったね、やるんだったら。あ、自力で揃った。リーチで、あ、リーチじゃない。6、9の両面ですね、これ。運が良かった。8捨ててるからな。まあ十分出るんじゃないでしょうか。まあテンパってる可能性は高いと警戒はされると思うんですよね。まあ自力でスポスポ出てくるか。まあ捨てます。お、いいじゃないですか。乗せ替え、乗り換え、これでまたいいファン増えます。5万、6万の6万捨てちゃったけどな。あと1か、いいピンか。この辺は相手あの欲しいと思うんで要注意ですね。左側もう捨てる可能性あります。セーフ。まあ、ここへ来たらもう行くしかないです。恐れるな。相手も5万捨ててきてますしね。カードラの、え、ちょっと待った。あ、これ安牌だからさえ乗せ替えよう。まだですね。ちょっと怖いけど、まあ、セーフ。あ、自分で捨ててるから現物か。スピードマンションだったら見えないな。3枚目。おお。6と9が出ればいいんですよね。6は筋だろ。でも誰も6持って、絶対6抱えてるな、これ。もしくはまだ山にあるか。気がつけば残り8枚、動かずに進んでいっています。これ2人とも現物。左は要注意だけど、多分テンパってると思うんですよね。ダメだ、もうほとんど時間がなく、最後シャーで締め。ラストか、ラスハイか、これが。残念。天敗です。サブウェイさんの一人負け。次が親じゃないですかね。形はいいし、防御も、最低限の防御もできたけどね。
手は悪いな。ハツの方捨てればよかった。いやでも捨てられてないからしゃあないか。特にこのピンズのあれが良くない。これもういらないや。こっち捨ててもよかったかもな。でも8そんなにいらないんですね。これ7だと話変わってくるけど、まあいらないな。3から7が欲しい。何でもいいから。4も、あ、頭できましたね。これでイーシャンテンだ。イーシャンテンかな。完成ではないけどね。まあ乗せ替えれば、1捨てれば、条件に行って1を捨てれば、言いますけどね。678、67、まあこれ捨てよう、先に。行ってみ、6行きます。ですね、やっぱ欲しいのは。揃えば8万とかもいるんですけどね。右は多分ピンズ集めてると思うんですよ。またリーチ早いな。いろんな手があるから難しい。これ、あ、ドラか。まあ、ドラ入っても上がることが大事。なんだろうな。角も怪しいな。角通った。チャンタでもないしな。おぉ。男の子に捨てとくな。なんだろう。シャーバです。相手は25。リーチにゃ。うわ、相手も追っかけリーチ。早いな。じゃあ幻滅。なんだろうな。なんかパイパイ悪すぎる。こうなると、最後で、テンパイ、完全じゃなくてテンパイいかないと思う。3枚か。ロンニャ。はい。嘘だ。なんか元気がない。8枚捨てたのが運の月だったな。でもできんの。壊すと良くない。なんでそれを捨てるんだっていう大見捨てですね。なるべく面前で、はい、貯めたい。手は悪くないですからね。なるべく染めに行こう。1123478の44。ここはまあ22かな。1はそんなに機能してない。1を捨ててもいいですけどね。まあ3番の可能性がまだあるんで。
123とか5が来たら1を捨てるとか あって防御も意味はあるかも。まあ素直に捨てすぎだよな。これ捨ててもいいかもな、そろそろ。リーチにゃ早い。え、当たり？嘘。そんなわけないよな。2が減数。9が減数。レッドファイブ。まあちょっと危険だけど。え、それ当たりなんかよ。嘘。やばいな。これは当たりだと思わんかった。なんか弱くなってきたな。さすがにこれは今回泣けません。これか。資源発を集めたい。早く手つけた方がいいかもね。僕はまだ捨て合えてない。ハツが来たらもう泣くしかないかな。2枚ずつ抱えて重ねてるかもしれないから、そういう場合は頭に使いましょう。4万か。捨てたくないんですよね、手があれだから。ハツが来なかったらもう諦めるしかない。あ、いいじゃないですか。そうかな。リーチにゃ早い、速攻戦すぎる。現物を差し出します。なんだろうな、金符？金図かな。とあと結構差は危ないんですよね。おそらく投げ出したくないんだ。これか。え、嘘。ああ怖っ。一応筋ではあるんですけどね。1回目は泣きません。つなげたい。現在はもう重ねていくしかないですね。6は現物なんで。いきましょう。重ねていきましょう。多分これ出すと結構今回今危険です。泣いてちゃリーチにゃ。かけリーチか相手も。チュン。リーチです。まあでも手はバレバレですね。これ5はあと何枚。これやばいな。セーフ。
ここは場に出てないですから、チャンスはあります。今はセーフ、危なかった今の、通ってよかった。もう行くしかないですからね。来い、当たり牌来い。来ない。あ、1枚番に出てんのか。だからラスト残りチャンスは1枚のみです。危ないよね。左か上だ。ドラス3枚。わあ。もう一回だけちょっとやってみましょう。途中切れるかもしれませんが、2位3位なんであんまり良くないな、この流れだと。なんで揃えばまあありなんかもしれんけど、初はできた。ついにこれだ。ではよくないな。ヨーロッパどれを捨てるかな。早っ。何よリーチ。トーンは大丈夫かな。ハツはまだ安心、ハツの方が安全か。捨てよう、うん、ツモごめんなさい。本気で上がりやがった。あ、ちょっとわからんな。すげえ、いやおかしいな。24000円の倍満、親か、親の倍満だ。一気にもう抜け出し合いました。少しずつ取り返していくしかないな。倍満はでかい。いいですね。少しずつ揃い始めました。頭はいいそうとして、この後どうするか。あ、いいんじゃないでしょうかね。どっちでもいい。パワーがね、
まあ、これでこの辺は安全牌には見えちゃいますよね。真ん中と下なのに。どんどん抱え込んでいこう。まあバレバレですよね、これ。リーチです。7も上がり牌か。7と1だな。まあこれバレバレではあります。なので積もることが大事かも。リーチ。ロン。相手に焼いた。何これ。じゃない。まあ2狙いですね。あっても白発。捨てていきます。これ3箱狙うんじゃないの。3箱チャンスではありますね。まだ場に出てないからあと2枚チャンスがある。リーチです。うーん、真ん中って結構狙いがちなんですよね。8は筋だからまあ大丈夫かな。何これ。まあ現物だから捨てる。いらん。3ワンコだからな。大きな手に手替えしましょう。オーラスなのにもったいない。オーラスじゃないかな。トン2曲か今。ツモ、ごめんなさいね。まあしゃあない。スピード感は不足するが、なんか大きな、みんな強い。何これ、厳しくなった。
まあ、ハイパイが悪いという、あの、こともないな、あるな。倍出てるし、手配が悪い。まあ、蜂捨ててもいいですけどね。トンは現物。なんでしょうね。箱も怪しいと思いますね。いや、いらん。ないでしょう。3枚捨てられてんのに、今さら。わ、ツボ、尽きないな、耳の。現物。てか、もう枚数がない。脳天の可能性が高い。ロン。なんだ?7か。確保できるんですけど、これ確保してもしゃあないですけどね。出ない気あった。ん、まだトン2曲か、これ。
357があるから、これは捨てられないな。そう捨てるギャンブル出るか。まあ、短期待ちでもいいですけどね。後々ちょっとやばいな。スピードが速いからそこについていけない。見捨てましょう。この辺だよな。現物は あ、いいじゃないですか。これ捨てよう。頭にもなり得るからな。まずいらんかもな。鳥はもう出てるから123で揃えないといけない。さあ123だと5を切ってるからそこで振り手になっちゃうんですよね。ポン行こう。6は危ないな。でもこれ現物差し出そう。厳しいと思う。この展開手代わりを期待するしかない。いいね。6万は安全とは言えないからな。決して多分相手の戦法としても、あ、頭きた。筋だからな。シャンポン待ちになってます。来い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 、来たー。よしよしよし、ようやく2班だけ。まあただリーチ棒も出てるんで、ようやく巻き返しときゃ。ここでトン3番。ないからな。とにかく休憩が欲しい。た、手が悪いな。切った方がいいな。この辺は白髪、白なんですよね、ドラがね。なんでみんな抱えたいでしょうからね、本音は。でも手が悪いな。プレーを見せるか。タレを期待しながら、
まあ、8とか9来たら、7、8、9来たらもう諦めましょう。6は多少、6だったらまあいいか。お、いいじゃないですか。まあ、これかな。もう、あ、でも、ちょっと早い。こっちでもよかった。まあ、しゃあない。セーフ通った。はまはま。自力で上がってた。手も遅いし、ハイパイも良くない。ハイパイもツも良くないな。気がつけばオーラス。わあ、苦しい戦いだ。一番いらんわとかいう場合はあるよな。手は出てないからな。いいわ、捨てよう。3、4が揃った。6、8、9だから9捨ててもいいかもね。厳しいな、さすがに。こうなると近づかなくなる。お、これも揃った。ハツも1枚出てますが、もう1枚かけるか、それとも。この辺危険なんですよね。頭がないんだ、まだ。2は出て、5はでも2枚出てるからな。2枚出てるからちょっと厳しいな。2は出てないけど、1番にかける。あと2枚か。スピード不足感があって、相手のハーサに負けてます。ね、初だな。
ツ2枚来た。3万、これ現物だな。なんだろう、分からん。3万出そう。あ、いいじゃ、いいな。残り8枚。ズモ、ごめん。何上がりは、上がり牌は。そうか、分からん。まあどうしようもない。なかなか遠い。まあスモーンにも遠ざかってるな。
お、いいじゃないですか。これかな？今は2枚出てるからな、リーチ。リーチです。2段目に行こう。手がいい。このチャンスを生かさないわけにいかないが、ここですよね。問題は来た。いらん。23の345。裏じゃない方の5か。勘違いしてた。8はまだ持って7捨てとくべきやったな。揃ってると思ったよ、手術が。あーと思ったら頭になっちゃったよな。これ捨てよう。どんどん手を変えていく、大事。一応も倍に出ちゃってるしな。ああ、いらんねんけどな。さあこれで結構いいとこまで来たかな。まあ6捨ててもいいかな。まあでもまだもうちょっと遠いですね。レッドファイブ、分からん。なんとか来た、悲惨だが。こっち捨ててもよかったかもね。もしくはマンズ集めるっていうのも一つ手です。リーチにゃ早い。リーチにゃ何これ。おい、
ああ、置いとこう。26。守備の悪さが正直あだい出てますね。現物得なくてもこれ筋ですからね。拾いきれないと思います。シャンテン。リーチ。音楽変わった。なんで音楽変わるんだ。僕は安全牌じゃないからな。でも振り込みます。取った。556。一緒じゃないんだよな。え？ドン。それか。九万お安全牌がない。ドラゴ。なんで裏ドラゴなんだよ。ハネマン。ことも考えた方がいいな。次からはもう全突破みたいな感じでいっちゃって、ぐるみ離されまくってます。
まあ当然こっちだよな。カンニャ。なんでそこでカンをする。好みですね、これロアは前に出ていません。なんか振り込んでくれる可能性はあるんですけどね。してもいいよね、こういう時は。もっとドラ増やさないと。ドラ一つ抱えてた。ですよね。やっぱりちょっと時間がかかるよな。多分ローは短期待ちなんで。3枚ラス牌天牌です。下に天牌。ここで現物が生きる。
4の筋だけど1号筋は当てにならないからね。4番え、ダメなのか。リーチ三色同順ドラ短期待ちか。短期待ちっていうか、まあ、短期じゃないわ、間待ちか。箱になってしまった。確率と理論を突き詰めてそれを実践し続けられたものが長期スパンにおいて勝率を上げることができるんです。あ、うん、きません。このリーチ棒、お、骨のリーチ棒なんてあるんだ。使ってみるかな。これなんだね。ですね。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。Twitter のフォローもぜひお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。